西洋の木こりさんが使う西洋ノコギリの刃のない方、バイオリンの弓で弾くと、ノコギリが上手に歌を歌います。私の義理の父が日本で初めてノコギリの演奏を始めたんですね。義理の父であるけれども最大の恩師でもあるわけです。自分で弾きながらもね、これこれです。ノコギリに出会ったということは私の人生にとっては最高の出会いでした。